天気は晴れ、最高のピッチコンディションの下で試合が行われます。実況は西岡明彦、解説にはおなじみ福西崇史さんもお迎えしています。運命の一戦です。果たしてここで無事残留を決められるでしょうか。見逃すわけにはいかない試合になりそうですね。苦しいシーズンを送っているチームですが、この試合に勝利すれば一足早く残留争いから抜け出すことができます。降格のプレッシャーから解放されるためにも何としてもここで決めておきたいでしょうね。果たしてここで降格圏脱出に成功するのでしょうか。折り返せるか。このシュートは大きく外れました。コースを狙ったんだと思いますが、全く可能性のないシュートになってしまいました。裏も見えていたのか。危ない場面でしたがディフェンダーがカットしました。すぐにパスを返しました。エツリュサイドを切り裂いた。さあ次はどうする。サイドへパスを出します。ここはインターセプト、しっかり予測していました。このシュートで勝ち越せるか。このシュートは大きく枠をそれました。狙いすぎたかもしれませんね。監督は怒っていると思いますよ。パスが通りません。これは見事なインターセプト。縦に入れるタイミングを伺っているんでしょうか。やりました。クリアすべきでしょう。ボールを運びゴールに襲いかかります。タックルはボールに行っていないようです。イエローでしょうか。このファールにはイエローカードが出ました。直接ゴールを狙うか迷う距離ですが、何をしてくるんでしょうか。よく止めましたがボールはこぼれています。またもピンチか。ディフェンスが体に当てています。これは出し手とのタイミングが合いませんでした。ワイナルドゥム、このパスはカットされます。インターセプトしました。ここから狙うのか。あっとこぼれた。自陣内でプレッシャーにさらされています。このクロスはキーパーがかろうじてキャッチしています。スローインでのリスタートとなります。いい位置でカットした。エツリュ、うまく読んだインターセプト。
相手陣内でインターセプト。タックルを仕掛けた。これは危ない。これは見事に奪いました。スペースに見事なスルーパス。スルーパスが通るかと思いましたが、キーパーが素早く前に出ました。あまり試合が動きませんね。ポゼッションも同じぐらいですか。ここまではお互いに様子見といった感じですね。ここでラインを割ってゴールキックに変わります。ドリブルで進みます。いいボールが出ます。カットされます。ディフェンダーが読んでいました。さあクロスか。ここはコーナーキックです。勝ち越し点が欲しいでしょう。ようやくチャンスが巡ってきましたね。得点の予感にサポーターも盛り上がっています。このコーナーを勝ち越し点に結びつけたいですね。ボールはゴール前へ。ファーにボールを入れた。クロスは通りません。チャンスを潰しました。コーナーキックの判定です。このボールはクリア。前半終了して0対0、両チーム無得点で折り返します。試合は互角のまま45分が終了しました。残り45分どうなる。後半の45分が始まります。このクロスはブロック。これはスローインになります。いいボールを送りたい。体を張ってボールをキープしています。ファールの判定です。フリーキックですね。間を置かず再開します。カウンターのチャンスです。ディフェンダーがうまく読んでいました。パスが通りません。ボールを運びゴールに襲いかかります。入れば1点リード。危険な位置で圧力を受けます。高い位置でカットします。エツリュドリブルで運びます。ここでボールを取ります。カウンターアタックのチャンスです。このシュートで勝ち越せるか。最高のタイミングでタックルに入りました。よく止めましたね。ペナルティーエリアで選手が倒されましたが審判の笛は鳴りませんでした。
サポーターは判定に納得していないようですね。相手ボールになります。止めたが抑えられない。さあどうなる。ボールをアタッキングサードへ持ってきました。深くえぐって折り返す形のクロス。試合は同点のまま進んでいますが、ここはコーナーキックになりました。勝ち越しのチャンスを大事にしたいですね。これは見事なインターセプト。ボールをクリアしました。ボールを失った。うまくボールを奪い相手のプレッシャーを弱めました。うまい。エツリュ、いいところへ出した。シュートはディフェンスに当たりました。さあクロスか。サイドを変えます。決定機にもなりかねないパスはディフェンダーにカットされました。コーナーキックが続きます。今のプレーに観客席がざわついています。サポーターは PK だと思っているようですね。ボールはミドルサードからアタッキングサードへ。クロスは許しません。コーナーキックが入ります。中央へのボールはクリアされました。ドリブルで果敢に攻め込みます。スローインでのリスタートとなります。このパスは読んでいました。さあここでプレスを受ける。タックルでプレーを切りました。相手ボールのスローインです。パスは読まれていました。あっという間のテクニック、切れています。スローインで相手に渡してしまいました。ここでうまく対処します。主審はプレーを続行させます。アドバンテージを取ったようですね。試合時間も残りわずかとなりました。このままいけばチームは降格を回避できることになりそうです。厳しいシーズンを送ってきましたが、最悪の結果だけは免れそうですね。選手たちもサポーターもとにかく早く試合を終わらせて安心したいと思っているでしょう。タッチを割ってスローイン。このカットは大きい。しっかりと奪いました。最後の攻撃となるでしょうか。ゴールを奪えれば決定的。キーパーがしっかりと止めました。タッチラインを割りスローインです。パスをつないできましたがここで奪われました。さあリードできるか。通っていればチャンスでしたがオフサイドです。出し手とのタイミングが合いませんでした。
ここでインターセプト。ここのエリアは注目ポイントになりそうです。ボールをクリアしました。なんとかクリアしましたが相手の攻撃は続きます。絶妙なパスです。試合終了のホイッスルです。この試合に引き分けた結果、チームは現在のディビジョンへの残留が確定しました。これで選手たちも一息つけるんじゃないでしょうか。心配事が一つ消えて、次節以降は心置きなく戦えますね。It's been a